ヨーゼフ・テルチャーによるシュタイナーの肖像画、リトグラフ、1825年。ジークムント・アントン・シュタイナーは、オーストリアの学府出版社、美術賞。シュタイナーは、バイテルスフェルトに生まれた。ランゲルノイスの少年合唱隊に所属後、ウィーンの法律事務所で、事務員として勤務した。その後、ヨゼフ・ハーテル・フォン・ルチャセンスティンの秘書の力を借りて、独立し、1803年に、 アロイス・ゼネフェルダーのリトグラフ製作所を取得する。そうして、この新しく安価な印刷技術を用いて、有名な作曲家の楽譜や肖像画を出版するようになった。1810年にトビアス・ハスリンガーを迎えたことで、会社は新たな校長期に突入する。1826年からは、ハスリンガーが単独で会社の家事を取った。この頃、彼は、 ベートーベンと知り合いになり、自社で、ベートーベン作品の初版楽譜を数多く手掛けるようになる。シュタイナーとハスリンガーの事業は、ベートーベン及びその友人らとの出会いを機に知名度を増していったのである。シュタイナーは、ウィーンに没した。ありがとうございます。